膜が世の中を支えている。スマホのタッチパネルに貼るこのシールが膜。お菓子の袋にも膜。さらにシャボン玉や牛乳の膜も。そんな日常にあふれている膜が使い方次第でウイルスの侵入を抑える安心の膜や傷を治すとても便利な膜にも。膜のおかげで私たちの生活が豊かに。身近で役に立つ膜、その正体を探りに行こう。暮らしの膜を探そう。何してるの？見てわかるでしょ？トランポリンだよ。こんな遊具ができていたんだ。うん、ふわふわドームっていうらしいよ。楽しいよ。いいね。いてて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 、なんかポケットに硬いもの入ってない？痛いんだけど。あー、珍しい石を見つけてポケットに…って誰？僕は膜の妖精のマックだ。それより石が膜に当たって痛いよ。膜のこと考えたことある？膜の妖精って何？膜でできた妖精さ。パパから立派な膜になるためにこの膜ランドの地図を渡されたんだ。その下準備としていろんな膜を見回っているんだ。そうなんだ、膜ランド。そう、膜ランドを全部クリアしたら立派な膜になれるんだって。膜って何なの？膜は日常にいっぱいあるじゃないか。君たちがさっき遊んでいたトランポリンも膜だし、普段見かける提灯やテントだって膜だよ。全然気づかなかったけど、意外と身近に膜ってあるのね。そうだよ、特別に世の中のいろいろな膜を見せてあげるよ。これ全部膜なの？こんなにいろんなところで使われているんだ。でもまだこれが膜って言われてもピンとこないよ。まだピンとこない？膜は奥深いからね。もっと詳しく教えてよ。任せて。膜ってどんな性質？冒険の前に膜ってどういうものか整理してから出かけよう。膜について教えてあげる。こんないろんなものに慣れて万能な素材はないと思うよ。まずどういうものを膜って言うと思う？共通点を探してみよう。なんだろうね。東京ドームとかテントは覆ってるよね。あと提灯は光を包んでいるって感じかな。ほうほう、他は？膜って意外と薄そうじゃない？確かに薄いものは軽そうだね。うん、他にも薄いから光を通したりもできるんだよね。提灯も中の光が外に伝わってくるし、シェードと呼ばれる日よけの膜だって光が差し込んで明るいよね。あとトランポリンはどうだった？柔らかいからジャンプできるよ。そう、膜には柔らかいという性質もあるんだよ。じゃあおさらいだよ。何かを覆っている、物を包む、光を通す、軽い、柔らかい。僕の調査ではこの5つは膜に関係があるんだ。膜ってかっこいいだろう。ん、性質もなんとなく分かったし、膜ランドの冒険に行ってみよう。いいね、行こう。